今日はもうゴールデンウィーク後半に入って、まあ、4連休初日ということもありますけども、子どもさんもたくさん、詰めかけたスタジアムでしたが、16分、コーナーキックから徳武がヘディングシュートを決めました。砂森のボールも非常にいいボール、そしてまあこういう形を練習しているという徳武のヘディングシュート、見事に決めました。これでまず沼津がリードします。33分ですけども、ここで岩渕がボールを奪ってそのまま自ら運んでドリブルからのシュート、ただ枠を捉えることはできませんでした。44分です。フリーキックから最後は青木のヘディングシュートです。ここも砂森のボールでしたけども、最後は青木がヘディングシュートということでした。これが54分のシーンですね。最後三つ長のシュートでしたけども、これも枠を捉えることはできませんでした。矢渕のコーナーキック、まず最初に三つ長が触ってもう一度、三つ長のシュートということでしたが、枠を捉えることはできませんでした。66分、まず靴掛けのヘディングシュート、そしてこぼれ球、青木のシュートでしたが、ここはゴールキーパー杉本が、ゴール守ったということになります。76分です。垣根のシュート、そして最後は、谷口がコースを変えてというところでしたが、この枠を捉えることはできませんでした。そして岩渕のシュート、ニエカーのセーブと、まあ、後半時間が進むにつれて藤枝がボールを動かす場所、かなり相手ゴールに近づきつつはありましたが、